日本案に関わって女性研究者・技術者の分野の問題について質問をいたします今月14日に女性の研究者・技術者が女性研究者・技術者全国シンポジウムを開くという記事を私は5月末に読みましたその見出しは女性研究者・技術者輝く余地少ないというもので 安倍政権は成長戦略の中核として、女性の活躍推進を掲げるが、女性の研究者らからは、研究・教育条件の格差は拡大し、女性の研究者、技術者が置かれている状況は、今までにまして厳しいとの声が上がっていると報道されていました、管理職や国会議員など、女性の社会進出については、日本の更新性が指摘されてから久しいわけですが、 日本の女性研究者の現状は、世界との比較でどうなっていますか。文部科学省、岸本科学技術学術政策局次長。お答え申し上げます、えーと、我が国の女性研究者の割合は、平成22年度におきまして13.6%。 平成26年度において14.6%と年々増加傾向にございます、一方、諸外国における女性研究者の割合は、英国は37.8%、米国が33.6%、ドイツが26.8%、フランスは25.6%、韓国は18.2%となっておりまして、諸外国と比較すると、我が国の女性研究者の割合は依然低い水準にあると思います。<上>池内沙織君 女性研究者の割合の各国比較では、日本は14.6%で、お隣の韓国よりも低く、ヨーロッパなどとの比較ではその半分程度、イギリス、アメリカでは半分以下という割合になっています、その一つの原因として、民間、また企業の研究所や研究施設での女性の割合が低いことがこれも大きな問題だと思いますが。 ではもう一つの研究現場である大学などでは、女性の進出は進んでいるのかどうか、EU の女性教員と日本の女性教員の割合は、それぞれどうなっていますか文部科学省、吉本大臣官房審議官。お答え申し上げます、EU の大学の女性教員の割合につきましては、OECD に加盟する EU21 か国の大学の平均としまして、2012年時点において40%である。 投資をしていいるところでございますまた、えー、日本の大学の女性教員の割合は、えー、いわゆる、まあ、法務教員、専任教員のベースでございますけれども、2014年、えー、時点において,て22.5%でございます池内沙織君。私の手元にあるこの資料を見ると、教授に相当するグレード A では EU20% に対し、 日本は十四準教授から講師に相当するグレード b では eu 三十七に対し日本は準教授で二十二講師で三十助教に相当するグレード c では eu 四十四に対して日本は二十七となっています大学でも日本の更新制は残念ながら明白だと思います今回の法案では大学も対象となると思いますが確認します 内閣官房、久保田推進室次長お答えいたします、この法律で、えー、法案で規定いたします事業主には大学も含まれると考えています池内沙織君、はい、私はこの間、先輩後輩、また多くの女性研究者の声を実際に聞いてきましたで、話を聞けば聞くほど、現状は最初に紹介した記事の見出し、女性研究者、技術者、 働くあ輝く余地が少ないと、これを地でいく話に加えて、さらには未来が見えない、悲鳴に近い話も少なくありませんでした、とりわけ私も含めて30代という世代は、まさに結婚、出産というライフイベントを迎える年代であると同時に、研究者を選んだ人にとってみれば、そのキャリアの入り口に立つ時期にも当たります、キャリアの入り口ともなる非常勤講師で働くある女性の声は切実でした。 非常勤をやっていいるるが複雑な思いにな思にとある大学は一コマ九十分で月二万円生活をしていくためには一月に十コマを持たなければならないと新しく始まる前期は一コマでも準備が大変慣れないと生活すらしていけない慣れたとしても研究時間の確保は困難で研究と教育の両立というのが大変に難しいと一コマの講義九十分という時間ではあっても 学生にはなるべく興味を持ってもらいたいし、知的好奇心ももっともっと広げてもらいたいと、教育効果を上げたいと、なんとか学生とやり取りをして、関係づくりもつくっていきたいという思いはあるけれども、全く労力がかけられない、働きがいやモチベーションもやはり継続するのが難しい、生活も大変だから、もう限界を感じているというふうにおあの話してくれました、このような教え方でいいのかという葛藤も持ちながら、でも大学に行けば、 学生の中には寝ている人もいるしという、そういう複雑な思いになる時もあると、非常勤はあまりにも条件がなくて、自分の研究時間もない、教育に対しても、また研究にも集中できる環境ではないということを、私はお話として聞いてきました、こうした非常勤講師の実態は今、どうなっていますか山本文部科学大臣政務官、お答えいたします。文部科学省では <laughs> 学校教員統計調査におきまして、大学の兼務教員数について調査をしております、この兼務教員というところに委員ご指摘の非常勤講師も含まれておりまして、その数は平成25年10月時点で、延べ20万6202人であります。あの延べででございますので少しあの 統計が取るのが若干難しいところがございまして、まあ、非常勤講師で先ほど委員がご指摘のとおり一、まあ、コマで数万円という方もいらっしゃると思いますが、まあ、我々でいう本務教員いわゆる専任教員を兼ねて 非常勤講師をされているような方もいらっしゃいますので、まあ、どこまでが非常勤講師でという統計調査というのがなかなか難しいところはあるんですが、まあ、その延べの20万約20万の中で、本務を持たない者はまた延べ8万人というふうに承知をしておりまして、でなおかつ、その本務を持たない人たちの 男女比率ですとか、まあそういったあの詳しい調査のデータは文部科学省としては持ち合わせていないところでございます。池内さおり君。はい、えー。実態がないと把握されていないということでした。日本学術会議の昨年9月の報告、学術分野における男女共同参画促進のための課題と推進策では。 専任人の本務を持たないものの非常勤教員の男女別構成というのは、一向平均男性60.9人、女性45.7人、男女比率、女性の比率では42.8%となっています、先ほどの女性教員の割合では、助教が27%という数字、えー、あったと思うんですけれども。 えー、非常勤の教員の割合というのは、女性がさらに高くなっているというふうに思います、で、今年1月、国立大学における男女共同参画推進実施に関する第11回追跡調査結果報告で、本部を持たない非常勤講師、60歳未満は6183人中、女性は3281人、53.1%、女性の比率が高くなっています。このの国立大学協会の報告書は 安定的な雇用形態である本部を持つ女性比率が低いのに対し不安定な雇用形態である本部を持たない非常勤講師の女性比率が高いと言えるというふうに述べていますまた男性常勤教員 5, 5万4652名に対して非常勤講師 2, 千2万8800人女性常勤教員が9751名に対して非常勤講師が8407名であることからも 女性非常勤の割合が高いと言えるとも指摘をしています。男性教員は非常勤率が三十五点五パーセントに対して、女性は非常勤率が四十六点二パーセントにも上っているということです。非常勤講師について把握されている一部のこうした実態からも、非常勤講師における女性の問題というのが見えてくると思います。全体として把握して、具体的にどういう問題があるのか、文科省として実態把握の調査をすべきではないでしょうか。 山本文部科学大臣政務官、お答えいたします。先ほど申し上げたとおり、文部科学省では学校教員統計調査を通じて大学の教員数の把握には努めております。一方で非常勤講師の雇用のあり方については各大学のその設置者の判断に。 置いて決定されるべきものであり、文部科学省としてその実態の調査を行うことは今のところ考えておりません。またあの先ほど申し上げた通り、あの極めてまあ物理的に難しいという実態がございます。例えば A という大学で除去をされているあるいは准教授をされている。ただ B という大学で一コマ二コマ担当が出てきたという場合は、その B の大学ではその。 彼、あるいは彼女はあ非常勤講師ということになりますがあー、本務である学校に戻れば、その方はまたあー本務教員ということになりますし、まあ、相当あの、これは実態を全てあ把握するというのは、いささか物理的に困難を極めると思います。以<上>池内さおり君、えー 先ほども私は声を紹介しましたけれども、女性の非常勤講師っていうのは、本当に不安定な状態の中で、さらに出産、育児にも立ち向かわなければならない状況があります、文科省は女性研究者の活躍促進として、特別研究員 RPD という制度を実施していると聞いていますが、これはどのような制度ですか文部科学省、岸本科学技術学術政策局次長。 お答えいたしますあのまず特別研究員事業は、えー、優れた若手研究者に対しまして、その先研究生活の初期におきまして、えー、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら、えー、研究に専念する機会を与ええー、我が国の学術研究の将来を担う。 創造性に富んだ研究者の養成確保を図るために実施しているのでございますこの特別研究事業の一環としまして学術研究分野における男女共同参画を推進する観点も踏まえまして優れた若手研究者が出産育児による研究中断後に円滑に研究現場に復帰する環境を整備するために研究奨励金を3年間支給し研究活動を支援する 特別研究員 RPD を平成18年度から実施しているところでございます営値沙織君対象が研究中断から復帰する博士課程修了者等となっておりましてポストドクターいわゆるポストドクの方々が支援の対象となっているで直近5年間この支援を受けてきた男女別の人数男女比はどうなっていますか文部科学省岸本次長 答えいたしますあの直近5年間における RPD の採用率は、えー、2割前後でございまして、えー、その大半が女性研究者となっております<上>池内沙織君、えー、5年間で男性6人、女性261人、女性が98%を占めています、男性もわずかながら含まれていることから、育児による研究中断に対する支援策であることは見て取れますが、出産育児で研究中断を余儀なくされる、 これは圧倒的に女性になっているということがこの数字からも見てわかると思います、でこの制度で申請,、えー、申請者数に対する採用数の比率というのはどうなっていますか文部科学省岸本次長。 えっとあのえー、申請に対する、えー、採用率でございますが、えー、直近5年間で2割前後に、えー、推移してございます池内沙織君、えー。毎年250人ほどの申請があり、採用率はこれまで20%程度こと、今年度はあの枠が広がって26%となっています、申請者はドクター家庭修了者であり、実際に出産、育児によって研究が中断されていると。でそののうち人人に1人 あるいは26%の枠で考えれば、4人に1人しか支援が受けられていない、これは支援が足りていないのではないでしょうか山本文部科学大臣政務官、お答えいたします。 委員ご指摘の2割程度というのは低いのではないかというお話ですがこれは数字をどう評価するかによると思います、出産育児によって研究を中断した人に全てこの特別研究員の制度を当てはめるというものではございませんで、優れた若手研究者。 でなおかつそういう状況にある方ということでございますので、その優れた研究者であるかどうかというところがあネックになって採用されなかった人もいらっしゃるでしょうし、あるいはあのそういうクリアすべきものをクリアできない人で、えー、申請をされたのかもしれませんし、まあ、枠があって、まあ、例えば20人の枠に20人が応募してきて、まあ、全員がその条件に当てはまれば、まあ、10割の支援になりますし、まあ、それが 全然、発信も棒にもかからないということになればあ、それはこちらは申請してもらって、支援をしようと思っても、その枠内に入っていただけなければ、支援できないということになりますし、なかなかその申請された人が何割受かっているので、それであの手厚いのか、手薄いのかという単純な議論にはならないのか。 なと思いますただ、委員の問題意識は我々も同じでございまして、そういった優れた若手の研究者で状況下に置かれて研究を中断をして、それをまたリスタートしたいという方には支援をしたいという思いで、平成26年は50人の枠でありましたが、平成27年には75人という枠を拡大をしております。またたこういった個人の 研究者個人に向けての我々国としての支援策だけではありませんでそういった研究者をきちっと支援をしている大学、まあ、そういったその大学に対してはダイバーシティ研究環境実現イニシアチブという事業を設けまして大学でもそういう優れた若手の研究者そして育児、出産等で研究環境が厳しい。 中でも大学、研究機関が組織としても支援しているところには、われわれもきちっと支援の手を差し伸べるということも併せて文部科学省としてはやっておりますし、今後ともそういった個人に対しても、組織に対しても支援をして、女性の研究者がしっかりと生き生きと研究活動できるような環境に努めてまいりたいと思います。<上>池内君 えー、そもそも申請者の数をどう見るかという問題はあるとは思いますで、対象となるポストドクターのうち、出産・育児のライフイベント期に、そういう時期に当たる人数は一体どれくらいいるのか、そもそも育児、出産を断念してしまっている人も多いのではないか、私が聞いた声の中でも、女性としてのキャリア、続けていくための最大の壁は、子どもの妊娠・出産だというふうに話していました。 博士論文を書いて、研究者として生きていく、それだけでも先が見えない、いつ就職できるかもわからない、出産しようという気持ちにはならないという声でした、またこの特別研究員、RPD に申請をしたけれども、採用されなかった方々は、その後どうなったのか、この制度の政策効果を判断するためには、こうした実態の把握が欠かせないと思いますが、ポストドクターの方々のこうした実態を把握というのはありますか。 山本文部科学大臣政務官ポストドクター等の実態把握については、これまでも文部科学省で定期的に調査をしております、直近2012年11月、我が国のポストドクターに例えば占める女性の割合というのは26.9%というようなデータがございます。また 今委員ご指摘の特別研究員に採用されなかった人がじゃあ実態、どういうところで研究を断念しているのか、あるいは出産がどうなったのか、そういうような、あ追いの調査をしているかと言われると、残念ながら我々としてはそこまでの把握はできておりません、ただ文部科学省としては、このポストドクターの問題、これを実態把握を。 きちっとしていくべきだという問題意識を持っておりまして、博士課程を修了した人たちが、どういう今、状況にあるのかというのを調査を始めました、2012年に博士課程を修了した人たちが、その後、どういうキャリアパスをされているのかということを調査を始めた段階でございます、こういったあの調査の結果をしっかり踏まえまして、女性研究の、 活躍そういった場をきちっと整備していくということに引き続き取り組んでまいりたいと思っております<上>池内沙織君、えー。昨日いただいたこの表があるんですけど、このポストドクターの男女別の年齢構成の資料を、昨日いただきましたが、男性に比べて女性の方が高い年齢層のポストドクターの割合が高いと。 いうふうに述べていますその原因についてはどのように分析されていますか山本文部科学大臣政務官お答えいたします確かにあの委員御指摘のとおりポスドク年齢層が高くなるにつれて女性の比率が あ上昇している傾向があるというのはあの我々も承知をしています。えただその原因がどこにあるのかというところまで我々が把握しているかというと、そこまではあの把握していないというのが事実でございます。池内さおりくえ女性の方が高い年齢層のポストドクターの割合が高いと、まさにポストドクターから大学などへの研究機関への就職において不利な立場にあるっていうことの。 あの反映だと思います私はこういう話も聞いてきました、セクハラです、しかも日常的にあると、就職難しい女性は結婚すればいいんじゃないとか、そういうことを先輩から日常のように言われると、でコピーは女がやるものだ、どうして俺がやるんだという声、さらに業績を積むこと、家庭生活の衝突というのは不可避で。 ある大学の女性研究者の方は産休を取りに申請に行ったら、休んでいるんだからその間に論文を書いてくるんだろうねと、そう言われ、育休中でも常に論文や業績を貯めていかなければならないんだという不安を感じたというふうに話してくれました、あの有村大臣にお尋ねいたします、研究現場の女性の活躍について、私は今日文科省と質疑をさせていただきましたが、 法案は大学も事業者として対象としています一つ一つの事業者に対策を求めるだけでなくて女性研究者という分野として一つ広い視野から対策が必要だと思います大学などは文科省の所管だとは思うんですがそこに男女共同参画という視点で現状を把握し分析し対策を立てるこういうことが求められていると思いますが大臣の見解をお伺いいたします有村国務大臣 お答えいたします私自身も非常勤で駒を持ちながら大学院の博士課程で博士の文を書くということを試みていたそして、その時には非常勤の枠というのは授業をやった駒しかお給料が払われないという中での前後の準備、成績もつけなきゃいけないという中での悲鳴に似た女性研究者あるいはその卵の皆さんの痛烈な思いということを。 本当に共有をいたします。 女性研究者の活躍というのは世界最先端の科学技術立国を目指す我が国が持続的な成長を確保しさらに社会におけるさまざまな問題解決を図るための人材育成の面においても極めて重要だと思います先ほどから文部科学省にご質問をしておられるようにしかしながら我が国の研究者に占める女性の割合は諸外国に比べても低い水準にあります女性研研究究者が研究活動を継続できるよう 出産育児介護等とりわけ、えー、大学、大学院、キャンパスでの保育園ということはえ単に大学で勤められるえ職員のためにあるだけではなくてえ学生の判断は分かれるところでございますが陰性博士論文を書いている方々にとってはえ子育てで保育園をキャンパスで見ていただけるえそういう利用を促進すると下村文部科学大臣も明言をされていらっしゃいますので具体的に タックルをしてていいいかなななければならないという,ふうに思っております私自身の問題意識としては特に女性の参画が少ない理工系分野この活動を総合的に支援していかなければならないというふうに思っております先々週公務が重なりましたので私の副,副審の審議官に私のメッセージを携えて言っていただきましたが女性の日本の女性科学者のサル発祥の受賞でここをどうやって女性科学者をバックアップしているかということをこれから議論を 議論をしていく対話のチャンネルを築きました県団連とも女性の科学者研究者を増やしていくためのお互いの協力をしようという話し合いを先々週終えたところでございますそういう意味では本日の議論も踏まえてこの分野の層は厚くしていくということに私も女性活躍の分野で加速をしていく力を関心を強めていきたいと思っております 池内君、はいえー、と私も最初にお話をさせていただきましたが、この間、本当に先輩、後輩、多くの女性研究者の声を聞いてきました、30代というさまざまなライフイベントを迎える年代、そして研究者としてもあのキャリアの入り口に立つ時期、話を聞けば聞くほど困難な実態、未来が見えないっていう、本当に悲鳴に近い声があの相次ぎましたので,で、その中でも今日は一部にしか。 一部についてしか質問することができませんでした引き続きこの問題は取り上げていきたいというふうふに思っていますで次に法案に関連をしまして長時間労働の問題について質問をします今回の法案審議に当たり子育てしながら働くお父さんお母さんの話も聞いてきましたその中で女性活躍を阻んでいる一つの根本問題として長時間労働があると一層私はその思いを強くしましたある大手企業に勤める方からお話を聞きました 職場結婚されて、すぐに子供ができたところまではよかったけれど、保育園が決まらない、保育園を何とか3月の段階で決めて、4月の職場復帰にはこぎつけたけれども、夫は絵に描いたような長時間労働で、家事、育児の責任は彼女にすべて覆いかぶさってくると、その中で仕事をこなしていくことは並大抵のことではない 体だけでなく、メンタルの面でも健康を害したり、以前は3ヶ月に1回ぐらい仕事やめたいなって思ってたのが、一月に1回になり、今では2週間に1回になっているというお話でした、もう一方、3人の子供を持つお母さんからもお話聞きました、こちらも夫の長時間労働があって、平時の保育園の送り迎えだけでなく、保育園で子供が熱を出せば、迎えに行くのは女性の役割だ、いつ何時子供が熱を出しても、病気にかかっても仕事休まなければならなくなってしまうと。 この方は仕事を休んでいる間に勉強して、いくつか資格を取ったそうですが、その資格を生かして責任のある仕事に就くということも躊躇しているとおっしゃっていました、今回の法案の土台となっているのは、昨年9月の労政審の女性活躍推進に向けた新たな法的枠組みの構築についてだと思いますが、その中で長時間労働の問題はどのように位置づいていますか厚生労働省安藤雇用金等児童家庭局長。 ご指摘の本法案に係る労働政策審議会の権利における長時間労働に係る規述について申し上げます。長時間労働は、その職場における女性の活躍の大きな障壁となるだけでなく、その職場の男性の家事・育児分担を困難にし、当該男性の配偶者である女性の活躍の障壁ともなるとと,ともに、少子化の要因ともなっているなど、当該企業だけでなく、社会全体へ負の影響を及ぼす。 恒常的な残業前提とした働き方は、男女ともに家事・育児参加を困難にするものであり、共働き世代が増加する今後に向けても、各職場での改善に向けた努力が望まれると記載された上えで、残業削減に効果的と認識されている取り組みも、実際に行われている割合は低いという事実について指摘をいたしまして、 女性が出産、子育てを通じて働き続けられる職場環境とするためには、長時間労働の是正に加え、働き方の柔軟性が重要である、男女を通じた長時間労働の是正を含めた働き方の改革に向け、事業主の取り組みにつながるよう、有効な方策を検討していく必要があると述べておりまして、県議におきましては、男女を通じた長時間労働の是正を含めた働き方改革を進めていくことの必要性が強く認識されているところでございます。委員長 池沙織君ご答弁いただいたように、労政審の報告というのは、私が聞いてきた実態そのものだと思います、長時間労働の悪影響がはっきりしていると思います、大臣に質問をいたします、もう一つ、この長時間労働が女性の働く意欲の阻害要因となっている、その指摘なんですが、今日配布させていただいた資料の二枚目に、女性管理職の実態があって、婚姻状況では男性の、あの大企業の男性の、 未婚率が8.6%に対して女性は41.5%、管理職の子どもの人数、男性でゼロというのが19.2%で、女性は62.7%、こうした実態を見ている女性たちが昇進を望まなくなるということは、私は当然のことだと思います、配布した資料でも昇進を望まない理由の女性のトップというのが、家庭のと仕事の両立が困難だというのがありました。 長時間労働男性の長時間労働の実態というのがあると思うんですが、大臣の認識を伺います有村国務大臣委員ご指摘のとおり、女性管理職の未婚率は男性管理職と比べて高いというふうに私も承知をしております。 さまざまな要因があると考えられますがいわゆる固定的性別・役割分担意識が残る中で長時間労働により仕事上の負担が大きい場合は家庭生活との両立が困難になるため結果 的に結婚をあきれざるを得なかったあるいはお子さんを授かるという選択ができにくかった、えー、そういうことも現にあったというふうにあるというふうに思います、えーまあ、はっきり申し上げれば事実上の本人の希望というよりは事実上の二者択一の選択を迫られてきたという経過があるというふうに思いますだからこそこの法案を仕上げてですね、えー、長時間労働の抑制、えー、を 本丸に日本社会が向き合っていかなければならないというふうに思っています、働きたい女性が結婚、出産、子育て、介護などのライフイベントということを進めながら働き続けることができ昇進できる環境が装備整備できるかどうかというのが日本の不信にも関わっていますし、ご本人たちのクオリティオブライフ、暮らしの質にもつながっていると確信をするものでございます。池内沙織君、えー、最後に一つだけあの 大臣もお答えになっていただいたただ長時間労働、で今回、この法案でも事業あの企業にあの労働時間をきちんと公表するということをあの含まれていると思うんですが、この労働時間の把握について、状況について、まさに改善すべき長時間労働をあのなくしていくというために雇用の形態、実態に沿った労働時間の把握というのが求められていると思いますが、いかがですか。 厚生労働省安藤雇用均等児童家庭局長。状況把握項目としての労働時間につきましては、男女を通じた長時間労働について、自社の状況を明らかにするという観点から把握していただくことを意図しております。したがってて労働時間ににつきましてご指摘のように すべ、えーえー、ての,その例えばです、ね、雇用管理区分を含めて、平均して把握するというような形で、えー、算出するというようなことは好ましくないのではないかというふうに考えておりますが、具体的にどのような把握の仕方すべきかということにつきましては、本法案成立させていただいた後に、今後の,その労働政策審議会における議論でさらに深めてまいりたいと考えております。 池内さおり君。質問は以上です。ありがとうございました。